1901年頃のアイド・ヘンリー・クレイ・アイドはアメリカ合衆国の外交官。1906年4月から9月までフィリピン総督を務めた。1844年にバーモント州バーネットにおいて誕生した。アイドはバーモント州セント・ジョンズベリー・アカデミーで教育を受け、1866年にダートマス大学を卒業した。 アイドは1866年から1868年までセント・ジョンズベリーアカデミーの校長を務めた。アイドは1868年から1869年までマサチューセッツシュー・アーリントンの高校で校長を務めた。アイドは1869年から1870年までセント・ジョンズベリーの裁判官の下で法律を学んだ。アイドは1870年に弁護士として 認可を受けた。アイドは1871年にセント・ジョンズベリで弁護士業を開業した。アイドは1882年から1885年までバーモント州上院議員を務めた。1891年3月、アイドはサモア土地管理官に任せられた。アイドはサモアにおいて作家ロバート・ルイス・スティーブンソンと知り合った。スティーブンソンはアイドについて知識、 節度、起点、気質が素晴らしいと称賛した。スティーブンソンは1891年11月にサモアを離れた。アイドはアメリカ、イギリス、ドイツの三国からサモアの首席裁判官としても任命を受けた。アイドはサモアでの任務を1897年まで務めた。1900年以降、アイドは連邦政府からフィリピンでの駐在任務を与えられた。 1901年9月、アイドはフィリピン総督、ウィリアム・ハワード・タフトから財務長官及び司法長官として任命を受けた。1904年2月に総督がルーク・エドワード・ライトに交代するとアイドはフィリピン副総督となった。その後アイドは1906年4月から1906年9月までフィリピン総督を務めた。アイドはフィリピンにおける民事裁判や 課税政策の法律を制定した。また、フィリピンでの通貨の改革を行うなど、重要な役割を果たした。アイドは1909年6月から1913年7月まで、中スペイン講師を務めた。アイドは1921年に死去した。アイドの遺体は、バーモント州セントジョンズベリーのマウントプレザント墓地に埋葬された。父親は、ジェイコブ・アイド、母親は、 ロドスカナイツであった。アイドは1862年7月15日にシンシア・エル・アダムズと結婚した。アイドは1871年10月26日にメアリー・エム・メルチャーと結婚した。アイドはメアリーとの間に以下の子供を設けた。マージョリー・アイド、シェーン・レスリーと結婚、アン・アイド、ウィリアム・バーク・コクランと結婚。ありがとうございます。